塩釜市によりますと、小さな赤ちゃんがいるが、ワクチンはいつ接種できるのか、自分が感染したら誰が面倒を見てくれるのかなどといった不安の声が、子育てをしている親から多く寄せられていたということです。これを受け市では

ゼロ歳児の乳児を抱える親は450人ほどいるとみられていて、担当者はワクチンに限りがあるため確保できた分を接種する。今後、ワクチンの供給状況に応じて枠の拡大も検討していくとしています。市によりますと、ゼロ歳児の親を対象にした優先接種は県内で初めてだということです。市の担当者は、家庭内感染のリスクを少しでも低減させるため、 今後の状況を見て未就学児の親など対象の拡大も検討するとしています。